はい、こんにちは。一般社団法人パイコン JP アソシエーションの鈴木孝則です。今日はパイコン APAC 2023スポンサーインタビューということで、各スポンサーの皆さんにどんなことやってるのみたいなこととかを聞いていきたいと思います。で、今日のインタビューでは、ファインディ株式会社の笹野翔太さんに来てもらいました。笹野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファインディ株式会社、笹野翔太と申します。はい。では最初の質問ですけれども、はい、笹野さん自身だったり、その会社のこと、どういったことやってるとか、はい、まあ、ご自身が担当しているあたりとかを教えてください。はい。はい、弊社、ファインディ株式会社は、主にエンジニア向けの転職支援サービスである、ファインディの運営を行っている会社になっています。作る人がもっと輝けば、世界はきっと豊かになるという経営理念のもと、ですね。挑戦するエンジニアのプラットフォームを作るというビジョンを掲げまして、エンジニアから日本を元気にするというミッションを達成するためにですね、転職支援サービス、ファインディではですね、日夜エンジニアの皆様のキャリア実現をお手伝いさせていただいております。その中で、私、笹野はですね、プロダクト開発部のデータソリューションチームというところに所属しておりまして、マイクロサービスで、として提供しております各種アルゴリズムの POC であったり、開発、一部運用を中心とした業務の方に携わらせていただいております。はい、なるほど。ということは、笹野さん自身はデータ分析とかアナリストとか、どういうカテゴリーなんですかね、主なフィールド的には。そうですね。肩書きとしては、機械学習エンジニアにはなるんですけれども、こう、やはり社内で担うべき役割っていうのも、まだまだこう、チームとしては、成熟期のところに、成長期に、おりますので、データ分析ですとか、まあ、開発だったりっていうところも一部になったりっていうような状況になってます。なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今の質問とも少し被ってるんですが、まあ、笹野さん自身だけではなくて、その御社がですね、Python をどういった業務で使っているんですか？はい。こちらはですね、ファインディの中で蓄積したデータの分析ですとか、機械学習、深層学習のモデルの開発ですとか、またはその、作ったモデルに対しての、まあ、いわゆる MLOps と呼ばれているものの、運用のための基盤の構築ですとか、あとは、新機能実装のため、際の、社内向けのデモアプリなんかも Python で、作ったりしますし、まあ、その他 R&D なんかもやってはいるんですけれども、そういったところで幅広く Python を活用させていただいてます。あ、なるほど、なるほど。ということは、うん、どっちかっていうと、機械学習とかデータとかの方が Python メインで、ウェブの方は別のフレームワークとか言語使われている感じなんですかね。そうですね。まあ、もともと Findy 自体はですね、開発組織は、まあ、Ruby が中心の組織であったっていうところはありまして、はい。今回、機械学習だですとか、そういったものをマイクロサービスとしてリリースするってなった時に、やっぱりこう Python の方が、都合が良かったりするといったような、まあ、事情からですね、このような状況に至ったというようなところになります。はい。ああ、なるほど。はい。すごいよくわかりました。ありがとうございます。では次の質問なんですけれども、そんな、多分、メインは先に多分 Ruby を使われてた会社なんだと思うんですけれども、御社にとっての Python っていうのはどういったものなんでしょうか？はい。Python はですね、まあ、今お伝えしたようなですね、マイクロサービスだったりっていうものが、まあ、すでに、ファインディの目玉機能としてリリースされていたりですね、うん、データ分析なんかも行っておりますので、やはりこう、チームとしても、こう、社内としても、まあ、なくてはならないものの一つというふうに位置づけて、良いのかなというふうに考えております。で、まあ、やはりその、まあ、そういった理由としては、まあ、今申し伝えたように、もともと開発組織自体が Ruby 中心の組織であったっていうところと、まあ、よりこうサービスとして成熟させていくために、まあ、ある程度のフェーズまでは Ruby の、まあ、機能開発でも十分、間に合っていたというところはあったかと思うんですけれども、やはりどうしてもその Python の特性上ですね、機械学習なんかっていったようなものに関してかなりやっぱり強みを持っているというふうに思いますので、まあ、そういったより高度な機能リリースを行っていくにあたり、まあ、やっぱりこう都合が良かったりっていうところは、ありますというものが、あります。でさらにですね、まあ、やはりこう現在だとそういった、機械学習モデルですね、作ったものを企業様に向けてだったりですとか、またはユーザー様に向けてですね、レコメンデーション機能として、提供させていただいたり、うんうん、あとはそのファインディ、もしかしたらご存知の方は、もうすでにいろいろと見ていただいているかなと思うんですけれども、スキル偏差値ですとか、想定年収、あるいは、発信力スコアといったですね、いろいろこう数値化したようなものも、ファインディの代名詞的な機能かなと思うんですけれども、そうしたものも Python で、実装されていたりと、はい、
こういった形で幅広く使っておりますので、まあ、やはりこう、なくてはならない、欠かせない存在なのかなというふうに考えております。はい、なるほど。ありがとうございます。最初の方でしたかね、目玉機能っておっしゃってたんですけど、はい、その Python で作られた目玉機能って何、どんなのなんですか？まあ、やはりこう、今お伝えしたようなですね、スキル偏差値ですね、うんうん、GitHub の、活動状況から、こういったユーザーさんの、まあ、スキルの偏差値を算出させていただいたりですね、あとは、想定年収という形で、まあ、その、同じく GitHub などのユーザー様の情報から、今、あなたの活動状況だと、こう、想定もらえる年収としてはこれぐらいなんじゃないですかといったようなものを計算させていただいたりですね。あるいは、その、ファインディー自体にですね、ユーザーさんの、外部発信の、形跡ですね、ギータでありますとか、うん、まあ、禅でありますとか、まあ、コンパスであるとかですね、まあ、そういったところの外部、連携みたいなものもできるようになっておりますので、まあ、そちらでの発信状況、活動状況などから、スコアを計算するという発信力スコアなんかですね、が目玉機能に当たるのかなというふうに認識しております。なるほど。ありがとうございました。はい。はい、では、最後の質問ですけれども、今回、PyCon Impact 2023にスポンサーとしてブースを出されると聞いてますけれども、はい、ブースではどんなことを展示したりやられる予定なんですか？はい。今回の PyCon Impact ではですね、PyD ブースでは来ていただいた方を対象としたアンケートを実施予定となっています。こちらアンケートをお答えいただきますと、PyD エンジニアおみくじというものを引くことができるようになります。ほうほう。で、こちら引いて、はい、いただきますとですね、引いていただいて、なんと超大吉という、まあ、当たりを用意しているんですけれども、こちら出た方にはですね、アンカー製のワイヤレス充電器をプレゼントさせていただく予定になっております。その他にもですね、オリジナルグッズのエンジニア開運お守りですとか、開運お札ステッカーですね、非常にユニークなものも用意させていただいておりますので、おうおう、ぜひぜひ当日はファインディブースの方へ足を運んでいただけますと幸いでございます。はい、ありがとうございます。何ですかね、神社っぽい感じなんですか？そうですね、ちょっと今回のコンセプトは、そうですね、神仏にちょっとこう寄せていって、おうおう、はい、弊社のデザイナーが結構、力作を用意してきておりますので、ぜひ、ね、楽しみに。そうですね。じゃあ、ブースの中見た感じも楽しそうですね。そうですね。はい、そのあたり、はい、この後伝えておこうと思います。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、以上でインタビューは終わりなんですけれども、最後にこのビデオを見てる人だったり、はい、PyCon APAC 2023に来る人たちに向けて何かメッセージはありますか？はい。まあ、ファインディのことをですね、ご存知の方、まだご存知でない方、いろんな方が来ていただけるかなと思っております。ご存知の方はですね、ファインディについて、こう、日々、感じていらっしゃることですとか、まあ、本当に気兼ねなくディスカッションさせていただければな、というふうに思っておりますし、まだ、ご存知ないよっていう方、初めて聞いたよっていう方はですね、ぜひこの機会に、知っていただいて、まあ、どこかのタイミングで活用いただければというふうに思っておりますので、その今後の人生を考える、一助にしていただければというふうに思っておりますので、ぜひ、当日は皆様、よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。では今日はスポンサーインタビューとして、ファインディ株式会社の笹野翔太さんに来てもらいました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。